はい、今回は早々のフリーレンのお話をしていこうかなと思います。ようやく初回放送の方が 1,2,3話分ですね。こちら金曜ロードショーの方で公開となるんですけれども、まあ、前代未聞の放送日程となっていて、これある意味ね、こう歴史を変えるような作品になるんじゃないかなと思います。もちろんね、原作を読んでるんですけれども、非常にこうね、熱くなれるシーンとかたくさんあるんで、その導入部分がしっかり描かれるんじゃないかなと思います。そんな今回はですね、こちら放送前に、まあ、放送後に見ていただいている方もいると思うんですけれども、今回はこの裏方ですね。今回早々フリーレン、もしくは原作を読んでいる方、もしくは初めて見る方とかね、こういう監督だったりとかキャラクターデザインだったりとか、そういうところがね、どういう方がやっているのか、まあおそらくそれを見る限りではかなりね、クオリティの高さと裏付けってところはよくわかるかなと思うんで、今回それを簡単にまとめていこうかなと思います。もちろん初回放送3話分の時は、まあ原作と比較しながらいろんな気になる点だったりとか、ここ良かったなどね、振り返っていこうと思います。ぜひその前にね、こちらの動画見ていただけると嬉しいです。ぜひ皆さんのね、こちらアニメに対する思いだったりとか、アニメ放送後どうだったのかなどね、あればコメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうかなと思います。まずこちら制作会社の方ですね。こちら創業50年を迎えたマッドハウスさんとなっております。名前を聞いたことある人たくさんおられると思うんですけれども、まあかつてはね、オリジナルのこう OVA だったりとか劇場版アニメを中心に制作していた会社なんですけれども、1990年代以降からテレビシリーズのアニメも制作するようになりました。まあパーフェクトブルーだったりとかパプリカなど、マッドハウス制作のアニメ映画は国内だけではなく海外でも高く評価されています。これまでね、手掛けたアニメ作品というのは、まあ、宇宙よりも遠い場所だったりとか、ちはやふるなどね、もう皆さんご存知の通りなんですけれども、あのアニメが制作会社がやるとなると、お間違いないなという感じがわかるかなと思います。その他なんですけれども、2023年にマッドハウスが制作したテレビアニメは、山田くんとレベル999の恋をするとか、AI の遺伝子だったりとか、吸血鬼すぐ死ぬ2だったりとか、まあ、全て漫画原作の作品を担当している方です。つまりどういうことかというと、この原作ありきの漫画をしっかりこう原作表現しながら、作画をアニメらしさというよりは原作をしっかり残した状態で作られる方としてはかなり評価が高い会社かなと思います。もう少し昔を振り返ってみると、カードキャプターシリーズのような少女漫画作品から、魔法科高校の劣等生ですね、こちら第1期の方だったりとか、オーバーロードのようなね、これライトノベル作品も担当していたりします。まあ、ワンパンマン1期だったりとか、ハンターハンター2011年バージョンだったりとか、いろんな幅広いジャンルを担当してきているんですけれども、どれも高い評価を得ている会社さんかなと思います。まあもう PV 等出てるんで、大体どんな感じなのかわかる方も多いと思うんですけれども、こういう制作会社っていうのは本当アニメの良し悪しを決めるこう土台といっても過言ではないと思うんで、その辺に関しては間違いないかなと思います。ぜひね、この早々のフリーレンを見て、まあマッドハウス気になったなという方は過去の作品見ていただければ、納得できるなという感じです。では続いて監督さんですね。監督さん、斉藤圭一郎さんなんですけれども、こちらも過去の作品というか最近大ヒットした作品を担当した方なんですけれども、ボッチザロックの監督を務めております。まあ、ボザロなんですけれども、まあもちろん原作漫画も非常に面白い作品として人気が高いんですけれども、アニメ化されたことによって一気にこう爆発的な人気を誇ったのがこのボッチザロックかなと思います。もちろんアニメとの相性というところもあるかもしれませんけれども、それ以上にやっぱ監督さんってこの手腕を握るというか、先ほど言った通りアニメ制作会社の土台がある中で、監督さんの手腕によってどういう構成だったりとか、最終的にこうまとめてね、それぞれ役割がある中をどういう風に調理するのか、最後の砦みたいな存在なので、監督次第で本当よしあしって変わってくると思うんですよね。なので、ということはボッチザロックってことは、この原作をしっかりこう良いところを残したまま良さをどんどん倍増させるような、そんな監督さんだと思っているので、もう本当期待だなと思います。この辺に関してはアニメを見てから感じる部分もたくさん出てくるんじゃないかなというのが予想できますよね。ちなみにコメントも残されているんですけれども、こちら早々のフリーレンについて、作品について考え、どのような映像になれば見てくれる人にとってベストなアニメになるのか考える毎日、フリーレンにとって短い間かもしれないですが、自分にとってはかけがえのない日々になりそうですとコメントしております。このコメントもすごい痺れたんですけれども、これを見る限り非常に期待していいんじゃないかなと思います。続いてキャラクターデザインですね。キャラクターデザインは長沢玲子さんですね。キャラクターデザインだけではなくて、創作画監督も務めております。2021年に放送されたテレビアニメ、タクトオーパスデスティニーですね。こちらのキャラクターデザインも担当しております。タクトオーパスデスティニー、見られたことない方もおられると思うんですけれども、このね、作画、キャラクターデザインっていうのも非常にね、こう納得できるような感じかなと思います。まあもちろんコメントも残されてるんですけれども、魅力的なキャラクターが次々と登場する作品なので、まあほんとそうですね、早々のフリーレンってキャラクターのこう良し悪しってところか、描き方によって結構作品左右すると思うんですけれども、まあ、一人一人の大切にデザインさせていただいていますということです。まあ、原作の空気感を感じてもらうような絵作り、まあ、ここは本当にね、PV 見ていただいた方ならわかると思うんですけれども、その感じが非常に出ていくかなと思います。そして最後に音楽ですね。これおそらくなんですけれども、まあこれ個人的なちょっと感想もあるんですけれども、この早々のフリーレン、音楽
楽結構重要だと思うんですよね。どうしてもこう時が流れる中だったりとか、ストーリーの展開的にもこの音楽がどこまでこう効いてくるのか、漫画では表現できなかったこの空気感だったりを表現するのは音楽だと思うんですよね。で、今回劇中音楽を担当するのはエヴァン・コールさんなんですよね。まあ、エヴァン・コールさんなんだって多分思われる方も多いと思うんですけれども、過去の作品だとバイオレット・エヴァーガレンとか私の幸せな結婚のアニメ作品の音楽を手掛けております。2022年のね、NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人ですね、こちらも担当されている方です。まあおそらくなんですけどね、これエヴァン・コールさんがやるっていう時で間違いないなと正直思いました。加えてシリーズ構成ですね、これシリーズ構成も結構重要だと思うんですけれども、原作をどうね生かしながらどういうこう持ち味を出していくのかっていうところをこの手腕握られると思うんですけれども、今回シリーズ構成担当するのが鈴木智博さんですね。ワンパンマンだったりとかね、悪化13区監察課だったりとか、ブギーポップは笑わないの2019年版のアニメシリーズ構成を担当しています。これをね聞いた時点でもこれ間違いないんじゃないかなと思います。やっぱりこの空気感だったりとか構成に関しては本当ねこれ大事だと思うんですけれども、これエヴァン・コールさんと鈴木智博さんがやるということで、これは結構期待できるんじゃないかなということが分かりますよね。はい、今回こちら主要な、裏方というか、アニメについて非常に重要なね担当されている方を簡単に紹介していきました。このね過去作品だったりとか、意気込みだったりを聞く限りではもう本当間違いないんじゃないかなと思います。ぜひともね本編見る際に、あ、そういう感じの人がやってるんだなというのを見ながら見るとまたね何倍も楽しめると思うんで、ぜひね参考になればなと思います。ぜひ皆さんのねご意見だったりとか、この人やってるんだでもいいよね、コメントをお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。